こんにちは、カズライダーです。バイクの免許を取って一番初めにしたいことってツーリングだと思います。そんなツーリングも短距離や長距離などいろんなツーリングがあるんですけど、初めてツーリングするのにどういうものを準備すればいいかわからないっていう人もいると思います。そこで今回は初めてツーリングする方向けに、ツーリングを楽しむために準備しておいた方がいいものについて話していきます。ぜひ最後まで見て参考にしてみてください。まずはスマホです。今やスマホがないと不便な時代になったので、どこに行くにもスマホを持って出る人は大半だと思うんですけど、バイクツーリングでももちろんスマホがあった方がすごく便利です。例えばツーリングルートを確認したり、ツーリング先でご飯を食べる場所を探したりとか、そういう時にもちろん役立ちます。あとはバイクが故障したり事故した時とかなど、すぐ連絡がつきやすいっていうのもいいですね。バイクはタイヤが2つしかないので倒しやすい乗り物です。立ちこけで倒しただけとはいえども、ブレーキやクラッチレバーが折れたりすると走行不能になることもあるので、そういう時はスマホでレッカーを呼んだりする必要があります。なので普段出かける時よりもスマホって重要かもしれませんね。次に現金です。普段カードやスマホで買い物をしている人も多いと思います。最近はキャッシュレス化が進んで、現金を持ち運ぶ人も少なくなったんじゃないでしょうか。ツーリングで通るところは街中ばかりではなく、山の中や何もない海沿いも走ったりすることもあります。そういうところでカードやスマホ決済ができないお店や自販機などがあると困ってしまいますよね。中にはやっとあったガソリンスタンドが現金支払いのみっていうところもありますんで、ツーリングに行くときはやはり現金も持っていった方が安心だと思います。そんなにかさばるものでもないので、ちっちゃい財布に入れて持っていくようにしてください。次はモバイルバッテリーです。最近は電気で動くものが多いですよね。例えばスマホなんですけど、スマホには便利な Google マップが入ってて、これをバイクに取り付けてナビ代わりにして走ってるって人も多いと思います。私も実際バイクにスマホマウントを取り付けてナビ代わりに使ってるんですけど、ナビを使ってると結構バッテリーの消費が激しくて、1日ツーリングしてるとスマホのバッテリーがなくなっちゃいます。スマホのバッテリーがなくなるとナビが使えないどころか、事故が起きた時に連絡をつけることもできないので、その時のためにモバイルバッテリーも持ち運んだ方がいいです。バイクに USB ソケットが付いてる人はモバイルバッテリーはあんまり関係ないんですけど、ついてないバイクの人はモバイルバッテリーを準備しておいて、スマホのバッテリーがなくなれば充電したり、ヘルメットにインカムつけてる人がいればインカムもバッテリーがなくなるので充電しながら走ることができます。例えばこれからどんどんツーリングに行ってキャンプツーリングとか始めたりすると、モバイルバッテリーっていうのはキャンプ中にすごく役立つんですよね。寝てる間のスマホの充電であったり、カメラや照明の充電もできたりします。なので持ってても損するものではないので、モバイルバッテリーももしもの時のためにツーリングに持って行った方がいいものの一つですね。次は薄い生地の上着です。ツーリングになれば走る場所は街中だけでなく山の中も走ったりします。街中では暑く感じても、山の中に入れば急にひんやりして寒く感じる時もあります。寒いまま山の中を走っちゃうと体がかじかんで力も入ってうまく走れないんですよね。なので山の中に入って寒く感じてきたら一旦止まって薄い生地の上着を着る、こうやって体温調整するっていう風にした方がいいです。それで暑くなればまた脱げばいいだけだし、寒くなればまた着るっていう、こういう風にするとツーリングも苦行ではなく楽しめるツーリングになります。ここでポイントは生地が薄いものを持っていくっていうことです。生地が薄いと小さく折りたたむことができるので、ウエストバッグの中に入れたり、リュックであったり、もうあらかじめ準備している人であれば、こう私のようにタンクバッグやシートバッグ、その中に簡単に入れることができます。あまり荷物にもならないので、ツーリングには持っていくことをお勧めします。あとは急に天候が悪化したりして、出発した時は晴れてたのにツーリング中はずっと曇りでちょっと肌寒いなんて、そういうこともありますんで、風を受け続けながら走るバイクでは体温調節が大切になります。特に春や秋などはもう一枚重ね着できるように準備しておく方がいいですね。
次はレインウェアです。レインウェアにも様々あって、できればバイク専用のものがいいですね。いちいち晴れの日のツーリングにレインウェア持っていくのはめんどくさいっていう人もいるかもしれないんですけど、ツーリング先で急に天候が悪化して雨に降られてしまうと、服だけでなく下着まですぐ濡れてしまいます。ベテランライダーで雨に打たれ慣れてる人だと下着まで濡れても落ち着いて運転することができると思うんですけど、バイクに慣れてない人だと雨に打たれるのが嫌だから気持ちも焦って大雑把な運転になりがちです。大雑把な運転にならないためにもレインウェアって大切なんですね。レインウェアを着てると服や下着が濡れることもないので比較的気持ちが落ち着けます。雨の日はただでさえ滑りやすくてリスクが高いので落ち着いて運転する必要性があるんですけど、そういう気持ちに余裕を持たすためにもレインウェアっていうのが重要になってきます。なのでバイクに慣れるまでは荷物になるかもしれないんですけど、レインウェアを持っていった方がいいと思います。それが最近ワークマンとかアウトドアブランドでもかなり防水性の高い薄手のジャケットとかパンツがありますんで、そういうのをコンパクトに畳んでツーリングに持っていくっていうのもいいかもしれませんね。あとはウェットティッシュとティッシュペーパーを持って行ってください。ツーリングと全然関係ないじゃんって思うかもしれないんですけど、バイクで山の中走ってたりすると前から虫が結構当たってきます。ただ当たるだけならいいんですけど、ヘルメットのシールドで潰れちゃったりすることもあるんですね。そうすると前が見にくいので危ないです。そういう時はウェットティッシュでヘルメットのシールドを拭いて水気をティッシュペーパーで軽く拭き取るっていう風にするといつでも視界が確保されてて快適にツーリングを続けることができます。他にも心配性な人は地図を持っていくのもいいかもしれません。ツーリングにモバイルバッテリーやケーブルを持っていくのも忘れて、スマホの充電が切れてしまうとナビが使えなくなります。そういう時はアナログの地図の方が強くて、迷子になっても地図でなんとかなることもありますので、もしもの時の保険と考えてバッグに余裕がある人が地図を持っていくのもいいんじゃないでしょうか。ツーリングマップルとかは楽しくて、ツーリング先で休憩中に近場の面白そうなルートだったり絶景ポイントを探したりなんていう楽しみ方もありますんで、ツーリングに持ってってもいいんじゃないかなって思います。今回は初めてツーリングする方向けに、ツーリングを快適に楽しむために準備した方がいいものについて話してきました。どれも簡単に手に入るものですんで、ツーリングに慣れるまではいろいろ持ってった方が安心できると思いますんで、ぜひこの動画を参考にしてツーリングを楽しんでください。参考になった人は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうございました。